はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、ついに出たかという、特選、中古品ギターのご紹介します。中古といっても、もう新品同様ですね。もう本当に新品って言っちゃってもいい、レベルのギター、2台ご紹介します。まず1点目なんですけども、こちら、私のもうかつてからね、何台もこうギター買っていただいているオーナーさんなんですけども、そのオーナーさんから、皆さんにということで、私が間を取り持たせていただきます。こちら中古といっても、実際ほとんど使用されてません。もう新品同様ですね。これの、TD2B Limited。それの、試作モデルになります。第1号機という形になりますね。ちなみに、このギターね、現在の、リミテッドっていうのは、トップにホワイトスプルースを使い、背面にはサントスローズ、それを使ってるんですけども、こちらのモデル、トップ材にはシトガスプルースを使ってます。そして、背面の方にはインディアンローズですね。実はこの組み合わせ、他にないんですよ。このギター、世界に一本だけっていう、そういうギターになります。一番最初作ったのが私がこれ、去年の完成したのが、春ぐらいですね、に完成して、私の以前からたくさんギター買っていただいている方なんですけども、そのオーナーさんに、この、試作モデル、買っていただきました。で、そちらのオーナーさん、今回ですね、私の TD100 っていうココボロモデル、入手されまして、で、リミテッドの方、どなたか、入り用の方に、譲っていただきたいということで、私の方でこう、間を取り持ってという形でね、こちら、皆さんの方に、お譲り、させていただこうと、そういう運びになりました。で、今言ったように、このシトカーとインディアンローズの組み合わせって、私の今まで作ったシリーズの中でも比較的少ないんですよ、弾数が。その中でもこう、それの一番上のグレードになりますね。この高精細指板っていうのも、このモデルを皮切りに始まりました。非常にこう細かなね、綿密な、全部これ埋め込みになります。で、それと、背面のこの装飾なんですけども、これ現在のものと、ちょっと違います。当時はちょっと見た目がこう、シンプルかなと。これでも十分派手なんですけども、今現在のやつがかなりね、手の込んだ模様にこう、どんどん発展してきまして、一番最初のこの試作モデルっていうのはね、今のモデルと比べるとちょっと、おとなしめな感じっていう風になってます。この装飾を施したタイプですね。で、それと、ヘッド。こちらの方にはアバロンで私のトヤという印鑑文字が入ってます。それと、このペグですね。懐かしのインペリアルタイプ。トヤギターというと、もうインペリアルペグっていうのが定番だったんですけども、今はもうね、彫刻タイプに皆さんからのお声で反映させて、そちらに変わっちゃってるんですけども、インペリアルのタイプを使ってます。でね、このシリーズっていうのが、初期モデルと中期と後期と3つあるんですよ。で、これは中期モデルのペグになります。これの最大の特徴っていうのはね、チューニングがもう非常にしやすい。もうビシバシ、こう、ピタッピタッピタッと合っていくっていう、そういうチューニングで、チューナーですね。で、初代のとこの中期のモデル何が違うかっていうと、これね、韓国のメーカーで製造されてるペグなんですね。で、この回した感じの感触もいいですし、実際にこう、チューナーで合わせた時にピタッピタッっていう決まり塩梅も一番優れた、モデルになります。で、ただ残念なことに、このペンをね、製造している会社が、韓国去年からこう、経済がガタ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 となっちゃいましたよね。そんな煽りを受けて、この会社、倒産しちゃいました。でね、もう入手ができません。非常に貴重なペグになります。それが搭載した、モデルになりますね。で、それと、これね、オーナーさんの方で、こちらのオーナーさん、実はね、セッティング、チューンナップのできるオーナーさんなんですね。で、いろいろこう施して、音の方がね、私が当初お渡しした時よりも、今の方がブラッシュアップされて音色良くなってます。年数、過ぎてね、木が落ち着いたっていう、そういう部分もあるかと思うんだけども、オーナーさんの方で結構こう、ちょこちょこっとこう、いじってあるということでね、音の方が音色、響きが良くなってます。じゃあ、ちょっと早速、それの音色をね、聞いてみていただいて、まず E コードからいきますね。ピックでやりますね。E コードから、じゃらんでいきます。
ね、柔らかくもあの明瞭な音っていうんですか、これがあのシトカと、インディアンローズの特徴なんですね。じゃあいつものワンパターンでごめんなさい、定番の、コードフレーズでいきます。こんな感じです。この音色はね、現在私が作っている TD シリーズの中ではこの音色を出す、モデルは他にはないですね。もうまさにこの1台だけ、世界に1本という、このモデルだけになりますんで、でお値段の方なんですけども、私のねブログの方で発表させていただきます。そちらの方で、で、私の方を間で取り持たせていただいて、新しくあのオーナーさんね、なられる方の方に、私からお届けさせていただきますんで、ぜひよろしくお願いします。TD2B リミテッドの、初期試作モデルになります。世界に1本、どうぞ皆さん、手にしてやってください。お願いします。はい、それともう1本、今度はこちらですね、今度はトヤギターではありません。これオーナーは誰かというと、この私でございます。私が、一番最初にこう、装飾を研究するのにね、こちら、高峰さんの、2018リミテッド、ギフチョウモデル、これを、買って、いろいろこう、装飾の部分、ちょっと勉強がてら、実際に買って、見たっていう、ただそれだけなんです。実際ね、これ弾いたのは、正味1時間弾いたか、2時間弾いたか、そのぐらいしか使ってません。もうほんと新品同様のタイプですね。表面がこれがシダーで、リアがリミテッド何だったっけかな、忘れちゃった。ごめんなさい。ど忘れしちゃいました。高峰さんのホームページの方でご確認ください。それのモデルになりますね。2018リミテッド岐阜町ですね。で、こちらの方は、こちらね、アンプ、高峰さんお得意の、真空管タイプの、アンプ搭載のモデルになります。今これもう火入れて、もう温まってますけども。で、一応これチューナーもついてますんでね、意外とこれ便利です。ここについてると。これで合わせてという形でね、使えます。で、それと、こちらのモデル、私の方でね、要はこういうメーカーものっていうのがどこまで原稿が下げられるかっていうことで、これね限界点まで今私設定してあります。で、ローフレットの方は私のね、皆さん触れ込みでやってるので 0.3mm、 まあこれは 0.3 あるかないかぐらいなんですけども、ほんと触るだけでコードが弾けちゃう。もう軽くこう押さえるだけでもう音の方が出せるっていうね、そこまで弦高を下げてます。それとあと12フレットの弦高もこれも異常なまで の低さって言っていいのかな、1弦側が 1.5 ミリです。で6弦側の方 2.25 ミリ、そこまで弦高を下げてます。で要はその押尾幸太郎さんだとか、ああいったハイフレットを使う演奏をされる方、そういう方に向いている、セッティングというふうになってます。で、ただここまで下げると、一般の方には低すぎっていう部分もありますんでね、ちゃんとここ、ノーマルサドル、これ、はめ替えていただければノーマルに戻すことできますんで、これをお付けしますから、ご安心ください。まず、とりあえずは、現行の状態はね、もう極限状態、そこまで下げた、現行であるっていうところだけ、これちょっと期待してもらっていいと思います。で、それと、あともう一点ね、これ剥がそうかどうしようか迷ったんですが、実はね、ここに、一本、なんていうか、バーが入ってるんですね。これ何かっていうと、コード、まあ、特に C コードですね、押さえたときに、この手のひら、ここが一弦に触っちゃって、一弦の響きを消しちゃうっていうことのないように、私、このセルロイド のロッド棒、これを、貼り付けてあります。そうすることによって、こう、一弦に手のひらが触らないんですね。そういうふうにできます。
ますんで、これ、つけてあります。で、これただね、両面テープでついてるだけなんで、ピッと、いらないやっていう方、剥がしていただければ、それだけで取れちゃいますんで、あと軽く拭いてあげてください。ただ、意外とこれね、優れもんです。最初、慣れるまでは違和感あるかもしれないんだけども、慣れるとね、全然一元にこう、手のひらが触らないんですね。音の方を伸ばすことができる。ではこの高峰の、2018イミテッドギフチョウモデル、どんな音がするのか、ちょっと、同じように鳴らしてみます。同じくピック使いますね。こちらまず E コードから。じゃあ、コード進行でいきます。こんな感じになります。今思い出しました。オバンコールですね。オバンコールを背面に使っているというモデルになります。もう本当にもう朝飯何食ったかすらもすぐに忘れるっていうね、やばい状態なんですけども。まあこのギフチョウモデル、芝に入っている装飾ですね。まあやはりこう、メイドインジャパンというだけあって非常に精細ですね。まあこれをまあ研究材料という形で、その目的のためだけに私、このモデル買いました。まあ実際使ってないんで、どなたかこれ弾いていただける方ね、皆さんの方で、これ使ってあげてください。特にもう私にはとても演奏できませんけど、押尾幸太郎さんみたいな、ああいうね、演奏の できる方、特に、これ、おすすめ状態にセッティングしてありますんで、で、それでもこう、中にこだわり持たれてる方には、ノーマルサドルお付けしますから、ご自身の設定内容で、変更の方をかけてあげてください。じゃあ、以上、こちらね、TD-2B Limited の、試作モデル、初号機ですね、こちらと、高峰の、2018リミテッドギフチョウモデル、こちらの2台の方を、出したいと思います。どちらももう新品って言っちゃってももうわからないレベルの極上品ですんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それとね、一応高峰の方はこれ純正の HC500 ケース付きになります。でこちらの、ギターの方は市販のドレッドノートのね、サイズのケースでしたらどれでもサイズ合いますんで、そちらの方で使ってあげてください。じゃあ以上になります。じゃあ皆さんよろしくお願いいたします。